どうも、串野信政です。今日は緊急で皆さんにお伝えしたいことがあり、この動画を撮らせていただいています。僕は2016年から串野テラスという活動を続けてきたんですけども、実はこの串野テラス、来年公立美術館での大規模な展覧会に参加することが決まりました。やりました。ありがとうございます。そうなんです。はい。時期は2021年1月23日から4月11日まで。場所は京都市京セラ美術館新館東山キューブ。今年リニューアルオープンした新しい美術館ですね。で、どんな内容かというと、日本を代表する美術評論家である沢良木ノイさんが企画監修した展覧会で、タイトルは平成美術歌方とデブリ1989から2019です。そう、その名の通り平成時代の日本の現代美術を総括した初めての大規模な展覧会で、全部で14組の出展アーティストグループのうち1組に選んでいただくことができました。ありがとうございます。やりました。僕はですね、アウトサイダーアートという美術の外側で活動を続ける人たちをずっと紹介し続けてきたんですけども、とうとう現代美術からもお呼びがかかりまして、しかも公立美術館です。ありがとうございます。で、気になる串野テラスからは誰が出展するのという話ですが、全部で5名の方が出展して紹介します。まず1人目は京都の舞鶴の神林ひとみさん、そして2人目広島市のガタロさん、3人目創作仮面館をしていたストレンジナイト、そして4人目僕の地元広島県福山市でスナックジルバをしているジョーデン貞夫さん、そして最後昆虫で観音像などを作った稲村米次さん、この5人を出展者に選びました。なんと、あの稲村さんが作った昆虫千手観音が京都に来るかもしれません。これはすごいことです、皆さん。というわけでですね、来年1月から展覧会始まりますので、ぜひ京都に皆さんお越しください。京都でお会いしましょう。詳しくは、概要欄に貼ってますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。